エドワード・ベラミーエドワード・ベラミーは、アメリカ合衆国の著作家、社会主義者である、西暦2000年を舞台にしたユートピア小説、帰り見ればで有名。表記は、ベラミーとも、エドワード・ベラミーは、マサチューセッツ州チコピーホールズで生まれた。父のルーファス・キング・ベラミーは、バプテスト教会の牧師で、ジョゼフ・ベラミーの子孫であった。母は、マリアル・イーザ・ベラミーというカルバン派の女性であった。 その父ベンジャミン・パットナムも元は、セーラムでバプティスト派の牧師をしていたが、フリーメイソンへの入会が問題となり、聖職から退いた経歴を持つ。ベラミーには、フレドリックとチャールズという二人の兄がいた。ユニオン大学に進むが、卒業はしなかった。在学中、彼は、シータ界の地方支部である、デルタカッパイプシロン UI 界に所属した。彼は法律を学んだが、それを放棄して、 ニューヨーク州やマサチューセッツ州、スプリングフィールドの新聞社で短期間だけ働いた。ジャーナリズムから離れた後は文学に専念し、短編小説、長編小説の両分野で執筆を行った。1882年、エマ・オーガスタ・サンダースンという女性と結婚、二人の子供を設けた。中世の誓いの文面の作者として、有名なフランシス・ベラミーとはいとこの関係にある。 作品にドクター・ハイドーン・ホフ、エス・プロセス、ミス・ラディントン、エス・スター・ザ・デューク・オブ・ストック・ブリッジ、そしてユートピアもの、の、帰り見れば、ルッキング・バックワード、2000から1887、続編のイクアラティなどがある。ドイツの社会心理学者、エイリヒ・フロムによると、帰り見ればは、かつて、アメリカで出版された最も注目すべき本の中の一冊、であり、アンクル・トムの子や、 ベンハーと並ぶ同時代の三大ベストセラーの一角でもある。この作品、帰り見ればでは、1887年の上流階級男性が催眠術で眠りに落ち、社会主義的ユートピアが実現された2000年の社会を目の当たりにする。本作は数多くの知識人に影響を与え、当時のマルクス主義者が書いた書物の題名には、ルッキングバックワードの句が氾濫することになった。 フロム曰く、これは今までに刊行された本のうち、政治活動に本質的な影響を与えた数少ないものの一冊である、ベラミークラブを名乗る団体が、アメリカの各地に、ウゴの竹の子のごとく設立され、帰り見れば、中のアイデアを議論、もしくは宣伝した。この政治的な動きは、ナショナリズムとして知られるようになった。ベラミーの小説はいくつかのユートピア的コミュニティにも、 影響を与えた。帰り見ればは、貨幣に完全に置き換わる支払い手段としてのクレジットカードというものを構想しており、20世紀になって登場したクレジットカードの機能的な先駆けをなすものと評価されている。同志、ベラミーの思想とその背景など彼の帰り見ればはユニークではあったが、その思想は先行する改革者、著作家のローレンス・グロンルンドに追うところが大である。 グロンルンドは1884年にザ・コーポラティブ・コモンウェルス・アンエクスポジション・オブ・モダン・ソシアリスムという論文を発表している。イクアラティに収録された短編ザ・パラブル・オブ・ザ・ウォーター・タンクはアメリカ初期の社会主義者の間では有名で、プロパガンダ用パンフレットとして幾度も版を重ねた。イクアラティは未来社会に順応したジュリアン・ウェストを描いたが、商業的にも文化的にも 前作、帰り見れば、ほどの成功は得られなかった。アメリカでは1889年から1900年にかけて数百のユートピア小説が出版されたが、その原因は帰り見ればの人気によるところもあった。ベラミーは1898年5月22日に子供時代を過ごしたチコピーホールズの家で、結核によって死亡した48歳であった。